今回は岡本鬼道の短編集「半七捕物帳」からおふみの魂を朗読します。 岡本喜怒咲く「半七鳥物鳥」「お文の魂」「私の叔父は江戸の末期に生まれたのでその時代に最も多く行われた化け物屋敷のいらずの間や妬み深い女の生き量や執念深い男の資料やそうした類の陰惨な 誘拐な伝説をたたくさんに知っていたしかも叔父は「武士たる者が妖怪などを信ずべきものでない」という武士的教育の感化から一切これを否認しようと努めていたらしいその気風は明治以後になっても失せなかった私たちが子供の時に何か取り留めのない化け物話などを始めると おじはいつでも苦い顔をしてろくろく相手にもなってくれなかったそのおじがただ一度こんなことを言った「しかし世の中にはわからないことがあるあのおふみの一件なぞはおふみの一件が何であるかは誰も知らなかったおじも事故の主張を裏切るような この不可解の事実を発表するのがいかにも残念であったらしく、その以上には何も秘密を漏らさなかった。父に聞いても話してくれなかった。しかしその事件の陰には、K のおじさんが潜んでいるらしいことは、叔父の口ぶりによってほぼ想像されたので、私の幼い好奇心は、とうとう私を促して K のおじさんのところへ走らせた。 私はその時まだ12であった K のおじさんは肉縁のおじではない父が明治以前から交際しているので私は幼い時からこの人をおじさんと呼び習わしていたのである私の質問に対して K のおじさんも満足な返答を与えてくれなかったまあそんなことはどうでもいい。 つまらない化け物の話なんぞするとお父さんやおじさんに叱られる普段から話好きのおじさんもこの問題については固く口を結んでいるので私も押し返して詮索する手がかりがなかった学校で毎日のように物理学や数学をどしどし詰め込まれるのに忙しい私の頭からは おふみという女の名も次第に煙のように消えてしまったそれから2年ほどたって何でも11月の末であったと記憶している私が学校から帰る頃から寒い雨がそぼそぼと降り出して日が暮れる頃にはかなり強い降りになった K のおばさんは近所の人に誘われて 今日は昼前から新富座見物に出かけたはずである「私は留守番だから明日の晩は遊びにおいでよ」と前の日に K のおじさんが言った私はその約束を守って夕飯を済ますとすぐに K のおじさんを訪ねた K の家は私の家から直径にして4丁ほどしか離れていなかったが 場所は番長でその頃には江戸時代の形見という武家屋敷の古い建物がまだ取り払われずに残っていて晴れた日にもなんだか陰ったような薄暗い町の影を作っていた雨の夕暮れはことにわびしかった慶のおじさんもある大名屋敷の門内に住んでいたがおそらくその昔は家老とか 容認とかいいうう身分の人の人住まいであったろうともかくも一軒建てになっていて小さい庭には荒い竹垣が結い回してあった K のおじさんは役所から帰ってもう夕飯をしまって湯から帰っていたおじさんは私を相手にしてランプの前で一時間ほどもたわいもない話などをしていた。 時々に雨戸をなでる庭の八つでの大きい葉に雨音がピシャピシャと聞こえるのも外の暗さを思わせるような夜であった柱にかけてある時計が7時を打つとおじさんはふと話をやめて外の雨に耳を傾けた「だいぶ降ってきたなあ」「おばさんは帰りに困るでしょう」 何車を迎えにやったからいいこう言っておじさんはまた黙って茶を飲んでいたがやがて少し真面目になった「おいいつかお前が聞いたおふみの話を今夜聞かしてやろうか化け物の話はこういう晩がいいもんだしかしお前は臆病だからな 実際私は臆病であったそれでも怖いもの見たさ聞きたさにいつも小さい体を硬くして一生懸命に階段を聞くのが好きであった。ことに年内の疑問になっているおふみの一件を図らずもおじさんの方から切り出したので私は思わず目を輝かした。 明るいランプの下ならどんな階段でも怖くないというふうにわざと肩をそびやかしておじさんの顔をきっと見上げると強いて勇気を装うような私の子供らしい態度がおじさんの目にはおかしく見えたらしい彼はしばらく黙ってニヤニヤ笑っていた「そんなら話して聞かせるが」 怖って家へ帰られなくなったから今夜は泊めてくれなんて言うなよまずこう脅しておいておじさんはおふみの一件というのを静かに話し出した「私がちょうど二十歳の時だから現時元年」「郷土ではハマグリ御門の戦があった年のことだと思え」と おじさんはまず枕を置いた。その頃この番町に松村彦太郎という300石の旗本が屋敷を持っていた松村は相当に学問もありことに蘭学ができたので外国係の方へ出資してちょっと羽振りの良い方であったその妹のお道というのは 年前に小石川西江戸川端の小幡伊織という旗本の屋敷へ縁づいてお春という今年三つの娘までうけたするとある日のことであったそのおみちがお春を連れて兄のところへ訪ねてきて「もう小幡の屋敷にはいられませんから暇をもらっていただきとうございます」と 突然に飛んだことを言い出して兄の松村を驚かした兄はその司祭を聞きただしたがおみちは青い顔をしているばかりで何も言わなかった「言わないで済むわけのものでないその司祭をはっきりと言え女が一旦竹へ嫁入りをした以上はむやみに離縁なぞすべきものでもなしされるべきはずのものでもない」 ただ出し抜けに暇を取ってくれではわからないその司祭をよく聞いた上で兄にもなるほどと特心が参ったらまた掛け合いのしようもあろう。を言えこの場合松村でなくてもまずこういうよりほかはなかったがお店は強情に司祭を明かさなかった。 もう一日もあの屋敷にはいられないから暇をもらってくれと今年二十一になる武家の女房がまるでだだっこのようにただ同じことばかり繰り返しているので堪忍強い兄も姉妹にはじれ出した「まが考えてもみろ」「司祭も言わずに暇をもらいに行けると思うかまた先方でも承知すると思うか 昨日や今日嫁に行ったのではなし、もう足掛け4年にもなり、おはるというこまでもある。しゅうとこじとの面倒があるではなし、主人のおばは正直で物のやわらかな人物。正真ながらも無事に神の御用も務めている。何が不足で暇を取りたいのか。叱っても悟しても手応えがないので、松村も考えた。 もやとは思うものの世間に試しがないでもない尾ばの屋敷には若い侍がいる近所隣の屋敷にも二三男の道楽者がいくらも遊んでいる妹も若い美空であるからもしや何かの心得違いでもしでかして自分から身を引かなければならないような破滅に陥ったのではあるまいか」。 こう思う思と兄の戦意はいよいよよ厳重になった「どうしてもお前が司祭を明かさなければ俺の方にも考えがあるこれから尾畑の屋敷へお前を連れて行って主人の目の前で何もかも言わしてみせるさあ一緒に来いと」と襟紙を取らぬばかりにして妹を引っ立てようとした。 兄の剣膜があまり激しいのでお道もさすがに途方に暮れたらしくそんなら申しますと泣いて謝ったそれから彼女が泣きながら訴えるのを聞くと松村はまた驚かされた事件は今から7日前娘のお春が3つの節句の雛を片付けた晩のことであった。 おみしの枕元にチラシ神の若い女が真っ青な顔を出した事件は今から7日前娘のおはるが3つの節句の雛を片付けた晩のことであったおみしの枕元にチラシ神の若い女が真っ青な顔を出した女は水でも浴びたように 頭から着物までびしょ濡れになっていたその物腰は武家の奉公でもしたものらしく行儀よく畳に手をついてお辞儀していた女は何にも言わなかったまた別に人を脅かすような挙動も見せなかったただ黙っておとなしくそこにうずくまっているだけのことであったが それがたとえようもないほどにものすごかったお店はぞっとして思わずよぎの袖にしがみつくと恐ろしい夢は覚めたこれと同時に自分と添い寝をしていたお春も同じく怖い夢にでも襲われたらしく急に火のつくように泣き出して「ふみが来たふみが来た」来たと。 続けて叫んだ濡れた女は幼い娘の夢をも驚かしたらしいお春が夢中で叫んだ文というのはおそらく彼女の名であろうと想像されたお店は怯えた心持ちで一夜を明かした武家に育って武家に縁づいた彼女は 夢のような幽霊話を人に語るのを恥じてその夜の出来事は夫にも隠していたが濡れた女は次の夜にもまたその次の夜にも彼女の枕元に真っ青な顔を出したその度ごとに幼いお春も「海が来た!」と同じく叫んだ気の弱いお道はもう我慢ができなくなったが それでも夫に打ち明ける勇気はなかったこういうことが4番も続いたのでお道も不安と不眠とに疲れ果ててしまった恥も遠慮も考えてはいられなくなったのでとうとう思い切って夫に訴えると小幡は笑っているばかりで取り合わなかった。 しかし濡れた女はその後もおみしの枕辺を去らなかったおみしが何と言っても夫は受け付けてくれなかった姉妹には「武士の妻にもあるまじき」というような意味で機嫌を悪くしたいくら武士でも自分の妻が苦しんでいるのを笑って見ている方はあるまい。 お道は夫の冷淡なな態度を恨むようになってきた。「こうした苦しみがいつまでも続いたら自分は遅かれ早かれ得体の知れない幽霊のために攻め殺されてしまうかもしれない」「もうこうなったら娘を抱えて一時も早くこんな化け物屋敷を逃げ出すよりほかあるまいと」とおみちはもう夫のことも自分のことも振り返っている余裕がなくなった。 そういうういいいい。わけでござまますから、らあの屋敷にはどししてもいられません。お察しください思い出してもぞっとするというようにお道はこの話をする間にも時々に息を呑んで身をおののかせていたそのおどおどしている目の色がいかにも偽りを包んでいるようには見えないので兄は考えさせられた。 「そんなことが全くあるかしらん」どう考えてもそんなことがありそうにも思われなかった小ばが取り合わないのも無理はないと思った松村も「バカを言え!と」と頭から叱りつけてしまおうかとも思ったが妹がこれほどに思い詰めているものを ただ一概に叱って追いやるのもなんだかかわいそうのようでもあったことに妹はこんなことを言うもののこの事件の底にはまだ他に何か込み入った事情が潜んでいないとも限らないいずれにしても小幡に一度会った上でよくその事情を確かめてみようと決心した「お前の片口ばかりではわからん。 ともかくも尾端に会って先方の両権を聞いてみよう万事は俺に任しておけ妹を自分の屋敷に残しておいて松村はゾウ取り一人を連れてすぐ西江戸川端に出向いた尾端の屋敷へ行く途中でも松村はいろいろに考えた 妹はいわゆる女子供の類で、で元より論にも及ばぬが自分は男一匹しかも大小を束さむ身の上である武士と武士との掛け合いに真顔になって幽霊の公爵でもあるまい松村彦太郎いい年をしてバカなやつだと相手に腹を見られるのも残念である」。 何とかうまい掛け合いの方はあるまいかと工夫を凝らしたが問題があまり単純であるだけに横からも縦からも話の持っていきようがなかった西江戸川端の屋敷には主人の小畑伊織が居合わせてすぐに座敷に通された時効の挨拶など終わっても 松村は自分の用向きを言い出す機会を捉えるのに苦しんだどうで笑われると覚悟をしてきたもののさて相手の顔を見るとどうも幽霊の話は言い出しにくかったそのうちに尾畑の方から口を切った「お道は今日お屋敷へ伺いませんでしたか」「参りました」とは言ったが 松村はやはり後の句が告げなかったではお話申したかしらんが女子供はバカなもので何かこのごろ幽霊が出るとか申しておばたは笑っていた松村もしかたがないので一緒に笑ったしかし笑ってばかりいてはすまない場合であるので 彼はこれをしように思い切っておふみの一件を話した話してしまってから彼は汗を拭いたこうなるとおばたも笑えなくなった彼は困ったような顔をしかめてしばらく黙っていた単に幽霊が出るというだけの話ならばバカとも臆病とも叱っても笑っても済むが問題がこう面倒になって 兄がリエンの掛け合いめいた使いに来るようではおばも真面目になってこの幽霊問題を取り扱わなければならないことになった「何しろ一応千にしてみましょう」とおばは言った彼の意見としては「もしこの屋敷に幽霊が出る」俗に言う化け物屋敷であるならば 今日までに誰かその不思議に出会ったものが他にあるべきはずである現に自分はこの屋敷に生まれて28年の月日を送っているが自分はもちろんのこと誰からもそんな噂すら聞いたことがない自分が幼少の時に別れた祖父母も8年前に死んだ父も6年前に死んだ母も 「かつてそんな話をしたこともなかった」「それが4年前に竹から縁付いてきたみしだけに見えるというのが第一の不思議である」「たとえ何かの司祭があって特にみしだけに見えるとしてもここへ来てから4年の後に初めて姿を現すというのも不思議である」「しかしこの場合他に戦維のしようもないから」 差し当たってはまず屋敷中の者どもを集めて問いただしてみようというのであった何分お願い申すと松村も同意した小幡はまず用人のございもを呼び出して調べた彼は今年四十一歳で譜代の家来であった千殿様のお代から かつてさようなうわさを承ったことはござりません。父からも何の話も聞き及びません。彼は即座に言い切った。それから若党や中間どもを調べたが、彼らは新参の渡り者でもちろん何にも知らなかった。次に女中どもも調べられたが、 彼らは初めてそんな話を聞かされてただ震え上がるばかりであった戦議はすべて不く要領に終わった「そんなら池をさらってみろ」と小畑は命令したおみの枕辺に現れる女が濡れているというのを手がかりにあるいは池の底に 何かの秘密が沈んでいるのではないかと考えられたからであった尾端の屋敷には百0粒ほどの古池があったあくる日は大勢の人足を集めてその古池の貝掘りを始めた尾端も松村も立ち会って監視していたが船や鯉のほかには何の獲物もなかった 泥の底からは女の髪一筋も見つかからなかった女の執念の残っていそうな串やかんざしの類も拾い出されなかった小畑の発議でさらに屋敷内の井戸をさらわせたが深い井戸の底からは赤い土壌が一匹浮かび出て大勢を珍しがらせただけでこれも骨折り損に終わった。 「千尋の鶴はもう切れた」「今度は松村の発議で嫌がるお道を無理にこの屋敷へ呼び戻してお春と一緒にいつもの部屋に寝かすことにした」「松村とおばたとは次の間に隠れて夜の更けるのを待っていた」「その晩は月の曇った暖かい夜であった。 神経の興奮しきっているおみちはとても安らかに眠られそうもなかったが何にも知らない幼い娘はやがてすやすやと寝ついたかと思うとたちまち針で目玉でも疲れたようにけたたましい悲鳴を上げたそうして「ふみが来たふみが来た」来たと低い声でうなった「空来た」 待ち構えていた二人の侍はおっとり刀で柳輪にふすまを開けた閉め込んだ部屋の中には春の夜の生暖かい空気が重く沈んで曇ったようなあんどんの日は瞬きもせずに親子の枕元を見つめていた外からは風さえ流れ込んだ気配が見えなかったおみちは我が子をひしと抱きしめて 枕に顔を押し付けていた現在この生きた証拠を見せつけられて松村も小端も顔を見合わせたそれにしても自分たちの目にも見えない侵入者の名を幼い尾春がどうして知っているのであろうそれが第一の疑問であった外からは風さえ流れ込んだ気配が見えなかった お道は我が子をひひと抱きしめて枕に顔を押し付けていた現在にこの生きた証拠を見せつけられて松村も小幡も顔を見合わせたそれにしても自分たちの目にも見えない侵入者の名を幼いお春がどうして知っているのであろうそれが第一の疑問であった。 おばたはお春を透かしていろいろに問い立ただしたが年弱の3つではろくろくに口も回らないのでちっとも容量を得なかった濡れた女はお春の小さい魂に乗り移って自分の隠れた名を人に告げるのではないかとも思われた刀を持っていた2人もなんだか薄気味悪くなってきた 容認の御衛門も心配して明くる日は市ヶ谷で有名な占い者を訪ねた占い者は屋敷の西にある大きい椿の根を掘ってみろと教えたとりあえずその椿を掘り倒してみたがその結果はいたずらに占い者の信用を落とすに過ぎなかった夜はとても眠れないというので お道は昼間寝床にに入ることにしたフ文もさすがに昼は襲ってこなかったこれで少しはほっとしたものの武家の妻が遊女かんぞのように夜は起きていて昼は寝るこうした変則の生活状態を続けてゆくのは甚ははだ迷惑でもありかつは不便でもあった。 何とかして永久にこの幽霊を追い払ってしまうのでなければ小畑一家の平和を保つことはおぼつかないように思われたしかしこんなことが世間に漏れては家の外分にも関わるというので松村ももちろん秘密を守っていた小畑も家来どもの口を封じておいたそれでも誰かの口から漏れたと見えて けしからぬ噂がこの屋敷に出入りする人々の耳にささやかれた。おばたの屋敷に幽霊が出る。女の幽霊が出るそうだ。影では尾ひれをつけていろいろの噂をするものの、武士と武士との交際ではさすがに面と向かって幽霊の線にをするものもなかったが、その中にただ一人。 すこぶる無遠慮な男があったそれがすなわち小ばの屋敷の近所に住んでいる K のおじさんでおじさんは旗本の次男であったその噂を聞くとすぐに小ばの屋敷に押しかけて行って事の実費を確かめたおじさんとは平成から特に懇意にしているので小ばも隠さず秘密を漏らしたそうして 何とかしてこの幽霊の真相を探り極める工夫はあるまいかと相談した旗本に限らず御家人に限らず江戸の侍の次三男などというものは概して無役の暇人であった長男は無論その家を継ぐべく生まれたのであるが次男三男に生まれたものは 自分に特殊の才能があって新規お召し出しの特典を受けるかあるいは竹の養子に行くかこの2つの場合を除いてはほとんど世に出る見込みもないのであった彼らの多くは兄の屋敷に厄介になって大将を横たえた一人前の男が何の仕事もなしに日を暮らしているという。 一面から見ればすこぶるノンキらしいまた一面から見ればすこぶる悲惨な境遇に置かれていたこういう余儀な事情は彼らを勝って宝珠乱打の高等遊民たらしめるより他はなかった彼らの多くは堂楽者であった退屈しのぎに何かことあれかしと待ち構えている輩であった K のおじさんも不運に生まれた一人でこんな相談相手に選ばれるには屈強の人間であったおじさんは無論ん喜んで引き受けたそこでおじさんは考えた昔話の綱や金時のように来光の枕元に物々ののしく整いをつかまつるのはもう時代遅れである まず第一にそのおふみという女の素性を洗ってその女とこの屋敷との間にどんな意図がつながっているかということを探り出さなければいけないと思いついた「後藤家の縁者または召使いなどの中におふみという女の心当たりはござるまいか」。この問いに対して、 小は一向に心当たりがないと答えた「演者には無論ない」「召使いはたびたび出代わりをしているからいちいちに記憶していないが近い頃にそんな名前の女を抱えたことはないと言った」「さらにだんだん調べてみると小幡の屋敷では昔から2人の女を使っている」 その一人は稚業所の村から奉公に出てくるのが例で他の一人は江戸のけ宿から随意に雇っていることが分かったけ宿は音羽の堺屋というのが代々の出入りであったおみじの話から考えると幽霊はどうしても武家暴行の女らしく思われるので K のおじさんは遠い事業所を後回しにしてまず手近の酒屋から詮索に取りかかろうと決心した小幡が知らない遠い先代の頃に尾文という女が奉公していたことがないとも限らないと思ったからであったでは何分よろしくしかしくれぐれも隠密にな と尾端は言った承知しました二人は約束して別れたそれは三月の末の晴れた日で小幡の屋敷の八重桜にも青い葉がもう目立っていた K のおじさんは音羽の酒屋へ出向いて 女の奉公人の出入り帳を調べた代々の出入り先であるから酒井屋から小ばの屋敷へ入れた奉公人の名前はことごとく帳面に記されているはずであった小ばの言った通り最近の帳面にはおふみという名を見出すことはできなかった3年5年10年とだんだんに遡って調べたが お冬お服お房すべて負の字のつく女の名は一つも見えなかったそれでは稚業所の方から来た女かなそうは思いながらもおじさんはまだ強情に古い帳面を片端から食ってみた酒屋は今から三十年前の火事に古い帳面を焼いてしまってその以前の分は一冊も残っていない 店にあらん限りの古い帳面を調べても三十年前が行き止まりであったおじさんは行き止まりに突き当たるまで調べ尽くそうという意気込みですすけた紙に残っている薄墨の筆の跡をこんよくたどっていった帳面はもちろんお畑のために特に作ってあるわけではない酒井や出入りの書屋敷の分は 一切集めて横とじの厚い一冊に書き留めてあるのであるから尾ばという名をいちいち拾い出していくだけでもその面倒は容易でなかったことに長い年代にわたっているのであるから筆跡も同一ではない折れ釘のような男文字の中に糸くずのような女文字も混じっている。 ほとんど金ばかりで子供が書いたようなところもあるその折れくや糸くずの混雑を丁寧に見分けてゆくうちにはこっちの頭も目もくらみそうになってきたおじさんもそろそろ飽きてきた面白ずくで飛んだことを引き受けたという後悔の念も刻してきたこれは江戸川の若旦那。 何をお調べになるんでございます。「笑いながら店先へ腰をかけたのは四十二三の痩せぎすの男で島の着物に島の羽織を着て誰の目にも生地の仇と見える町人風であった色の浅黒い鼻の高い芸人かなんぞのように表情に富んだ目を持っているのが 彼のの細長いい顔の著しい特徴であった彼は神田の半七という岡っぴきでその妹は神田の明人下で時わずの師匠をしている慶のおじさんは時々その師匠のところへ遊びに行くので兄の半七とも自然婚意になった半七は岡っぴきの仲間でも幅利きであったしかし こんな家業の者には珍しい正直なあっさりした江戸っ子風の男で、御用を傘に来て弱い者をいじめるなどという悪い噂はかつて聞こえたことがなかった。彼は誰に対しても親切な男であった。相変わらず忙しいかねとおじさんは聞いた。ええ、今日も御用でここへちょっと参りました。 それから二つ三つ世間話をしている間におじさんはふと考えたこの半七ならば秘密を明かしても差し支えはあるまいいっそ何もかも打ち明けて彼の知恵を借りることにしようかと思ったご用で忙しいところを気の毒だが少しお前に聞いてもらいたいことがあるんだがとおじさんは左右を見回すと 七は心よくないた。なんだか存じませんがともかくもうかがいましょうおい女将さん2階をちょいと借りるぜいいかい彼は先に立って狭い2階に上がった2階は6畳一間で薄暗い隅にはつづらなどが置いてあったおじさんも後から続いて上がって 尾端の屋敷の機械な出来事について詳しく話した「どうだろううまくその幽霊の正体を突き止める工夫はあるまいか幽霊の身元が分かってその法事供養でもしてやればそれでよかろうと思うんだがまあそうですね」と半七は首をかしげてしばらく考えていた。 ねえ旦那幽霊は本当に出るんでしょうかさあとおじさんも返事に困ったまあ出ると言うんだが私も見たわけじゃない半七はまた黙ってタバコを吸っていたどうだろううまくその幽霊の正体を突き止める工夫はあるまいか 幽霊の身元が分かってその法事供養でもしてやればそれでよかろうと思うんだが「まあそうですね」と半七は首をかしげてしばらく考えていた「ねえ旦那幽霊は本当に出るんでしょうかさあ」とおじさんも返事に困った。 まあ出ると言うんだが私も見たわけじゃない半七はまた黙ってタバコを吸っていたその幽霊というのは武家の召使いらしい封をして水だらけになっているんですね。早く言えば皿屋敷のお菊をどうかしたような形なんですね。まあそうらしい。 「あのお屋敷では草草子のようなものをご覧になりますか?と」と半七は出し抜けに思いもつかないことを聞いた「主人は嫌いだが奥では読むらしいじきこの近所の田島屋という家臣本屋が出入りのようだあのお屋敷のお寺は北屋の上円寺だ上円寺へえ。 そうですか」と半七はにっこり笑った「何か心当たりがあるかね小畑の奥様は美しいんですかまあいい女の方だろう年は21だそこで旦那「いかがでしょう」と半七は笑いながら言ったお屋敷方のうちわのことに 私どもが首を突っ込んじゃあるございますが、一層これは私にお任せくださいませんか。二三日のうちにきっとラジを開けてお目にかけます。もちろんこれはあなたと私だけのことで決して他言はいたしませんから。K のおじさんは半七を信用して万事を頼むと言った。半七も受け合った。 しかし自分はあくまでも影の人として働くので表面はあなたが探索の役目を引き受けているのであるからその結果を尾畑の屋敷へ報告する都合上ご迷惑でも明日からあなたも一緒に歩いてくれとのことであったどうで暇の多い体であるからおじさんもじきに承知した商売人の中でも 腕利きと言われている半七がこの事件をどんなふうに扱うかとおじさんは多大の興味を持って明日を待つことにしたその日は半七に別れておじさんは深川の某所に開かれる北区の雲座に行った。その晩は遅く帰ったのでおじさんは明る朝早く起きるのがつらかった。 それでも約束の時刻に約束の場所で半七に会った「今日はまずどこへ行くんだね?」「菓子本屋から先へ始めましょう」「二人は音羽の立馬屋へ行った」「おじさんの屋敷へも出入りするので菓子本屋の番頭はおじさんをよく知っていた」「半七は番頭に会って 正月以来かの尾ばの屋敷へどんな本を貸し入れたかと聞いたこれは帳面にいちいち記してないので番頭も早速の返事に困ったらしかったがそれでも記憶の中から繰り出して23種の読み本や草草子の名を並べた「その他に薄摘草子という草草子を貸したことはなかったかね?と」と半七は聞いた。 ありました確か2月ごろにお貸し申したように覚えていますちょいと見せてくれないか番頭は棚を探して2冊続きの草草子を持ち出してきた半七は手に取ってその下の缶を開けて見ていたがやがて七八あ辺りのところを繰り広げてそっとおじさんに見せた。 その差し絵は武家の奥方らしい女が座敷に座っているとその縁先に腰元風の若い女がしょんぼりとうつむいているのであった腰元はまさしく幽霊であった庭先には柿ツバタの咲いている池があって腰元の幽霊はその池の底から浮き出したらしく髪も着物も無いたらしく濡れていた。 幽霊の顔や形は女子供を怯えさせるほどにものすごく描いてあったおじさんはギョッとしたその幽霊のものすごいのに驚くよりもそれが自分の頭の中に描いているおふみの幽霊にそっくりであるのに脅かされたその草造草を受け取ってみると下代は新編薄墨草子 ためなが氷町くと記してあったあなた借りていらっしゃい面白い策ですぜと半七は例の目で意味ありげに知らせたおじさんは2冊の草草蔵紙を懐に入れてここを出た私もその草蔵紙を読んだことがあります昨日あなたに幽霊のお話を伺った時に ふいとそれを思い出したんですよ。と往来へ出てから半七が言った「してみるとこの草像紙の絵を見て怖い怖いと思ったもんだからとうとうそれを夢に見るようになったのかもしれない」「いいえまだそればかりじゃありますまいまあこれから下へ行ってごらんなさい」半七は先に立って歩いた。 二人は安藤坂を登って本郷から下屋の池の旗へ出た今日朝からちっとも風のない日で暮春の空は青い玉を磨いたように晴れ輝いていた日の宮倉の上にはとんびが眠ったように止まっていた少し汗ばんでいる馬を急がせてゆく遠乗りらしい若侍の陣傘のひさしにも もう夏らしい光がキラキラと光っていた小ばが菩提書の上円寺はかなりに大きい寺であった門を入ると山吹きがいっぱいに咲いているのが目についた二人は住職に会った住職は四十前後で色の白い の跡の青い人であった。客の一人は侍一人は御用聞きというので住職もそりゃくに扱わなかったここへ来る途中で二人は十分に打ち合わせをしてあるのでおじさんはまず口を切って「小ばの屋敷にはこのごろ怪しいことがある」と言った奥さんの枕元に女の幽霊が出ると話した そうしてその幽霊を退散させるために何か家事祈祷の術はあるまいかと相談した住職は黙って聞いていた「してそれは殿様奥様のお頼みでござりまするかまたあなた方のご相談でござりまするか」と住職は数図をつまぐりながら不安らしく聞いた それはいずれでもよろしい。とにかくご承知くださるか、どうでしょう。おじさんと半室とは鋭い瞳の光を住職に投げつけると、彼は青くなって少しく震えた。修行の浅い我々でござれば、果たして既読のあるなしはお受け合い申されぬが。 とももかくも一心を凝らして特脱の祈祷をつかまつるといたしましまょう何分お願い申す」やがて自分時だというので念の入った精進料理が出た酒も出た住職は一杯も飲まなかったが2人はたらふくに飲んで食った帰る時に住職は「 おかごででも申しつけるのでござるのざが、と言って紙に包んだものを半七にそっと渡したが彼は突き戻して出てきた「旦那もうこれでよろしゅうございましょう」おめ「お正明震えていたようですから」と半七は笑っていた住職の顔色の変わったのも自分たちに丁重な地層をしたのも 無言のうちに彼の幸福を十分に証明していたそれでもおじさんはまだよく腑に落ちないことがあった「それにしても小さい子がどうして文が来たなんて言うんだろうわからないねそれは私にも分かりませんよ」と半七はやはり笑っていた 子供が自然にそんなことを言う気遣いはないから、いずれ誰かが教えたんでしょうよ。ただ念のために申しておきますが、あの坊主は悪いやつで、延命院の二の舞で、これまでにも悪い噂がたびたびあったんですよ。それですから、あなたと私とが押しかけていけば、こっちで何も言わなくっても、先方はすねに傷で震え上がるんです。 こうして釘を刺しておけばもうつまらないことはしないでしょう。私のお役はこれで済みました。これから先はあなたのお考え次第で、小幡の殿様へはよろしきようにお話なすってくださいまし。では、これでごめんをこもります。二人は池の旗で別れた。 おじさんは帰りに本郷の友達のうちへ寄ると友達は自分の知っている踊りの師匠の大さらいが柳橋のあるところに開かれてこれから義理に顔出しをしなければならないから気候も一緒に付き合えと言ったおじさんもいくらかの目録を持って一緒に行ったきれいな娘子供の大勢集まっている中で 明かりのつく頃までわいわい騒いでおじさんはいい心持ちに酔って帰ったそんなわけでその日はおばの屋敷へ探索の結果を報告に行くことができなかった明くる日小ばを訪ねて主人のいおりに会った半七のことは何にも言わずにおじさんは自分一人で調べてきたような顔をして 草蔵氏と坊主との一条を自慢らしく報告したそれを聞いて小ばの顔色はみるみる曇ったおみちはすぐに夫の前に呼び出された身辺薄墨増氏を目の前に突きつけられてお前の夢に見る幽霊の正体はこれかと厳重に吟味された お道は色を失って一言もなかった「聞けば上遠寺の住職は破壊の堕落層だという貴様も彼にたぶらかされて何かフラチを働いているのにそういあるまいまっすぐに言え夫にいくら責められてもおみちは決してフラチを働いた覚えはないと泣いて抗弁した」 お道はすぐに夫の前に呼び出された新編薄墨造紙を目の前に突きつけられてお前の夢に見る幽霊の正体はこれかと厳重に吟味されたおみちは色を失って一言もなかった聞けば上円寺の住職は破壊の堕落うだという貴様も彼にたぶらかされて 何かフラチを働いているのにそういえるまいまっすぐに言え夫にいくら責められてもおみちは決してフラチを働いた覚えはないと泣いて抗弁したしかし自分にも心得違いはある「それは重々恐れ入ります」と言って一切の秘密を夫とおじさんとの前で白状した。 この正月に上遠寺に御参詣に参りますと和尚様は別までいろいろお話のあった末に私の顔をつくづくご覧になりましてしきりにため息をついておいでになりましたがやがて低い声で「ああご運の悪い方だ」と独り言のようにおっしゃいましたその日はそれでお別れ申しましたが 2月にまたお参りをいたしますと和尚様は私の顔を見てまた同じようなことを言ってため息をついておいでになりますので私もなんだか不安心になってまいりまして「それはどうしたわけでございましょう」とこわごわ伺いますと和尚様は気の毒そうに「どうもあなたはご相がよろしくない」。を持っていられると、 今にお命にも関わるような災いが来るできることならば独り身におなり遊ばすとよいがさもないとあなたばかりではないお嬢様にも恐ろしい災難が落ちてくるかもしれないと諭すようにおっしゃいましたこう聞いて私もぞっとしました自分はともあれ せめて娘だけでも災難を逃れる工夫はございますまいかと押し返して伺いますと和尚様はお気の毒であるが親子は一体あなたが災いを避ける工夫をしない限りはお嬢様も所詮逃れることはできないとそう言われた時の私の心はお察しくださいまし。 とおみちは声を立てて泣いた「今のお前たちが聞いたら一口に迷信とかバカバカしいとかけなしてしまうだろうがその頃の人間ことに女などはみんなそうしたものであったよ」とおじさんはここで宙を入れて私に説明してくれた。 それれを聞いいててかからお道には暗い影がまつわって離れなかっ離なた。「どんな災いが降りかかってこようとも自分だけは前世の約束とも諦めよう」「しかし可愛いい娘にまで巻き添えの災いを着せるということは母の身として考えることさえも恐ろしかった」「あまりに痛々しかった」 おみしにとっては夫も大切には相違なかったが、娘はさらに可愛かった。自分の命よりも愛おしかった。第一に娘を救い、合わせて自分の身を全うするには、秋もあかれもしない夫の家を去るより他にないと思った。それでも彼女は幾度か躊躇した。 そのうち2月も過ぎて娘のお春の節句が来たおばの家でもひなを飾った人を白桃の影をおぼろに揺るがせるひな壇の夜の明かりをおみしは悲しく見つめた来年も再来年も無事にひな祭りができるであろうか娘はいつまでも無事であろうか 呪われた母と娘とはどちらが先に災いを受けるのであろうかそんな恐れと悲しみとが彼女の胸いっぱいに広がって哀れなる母は今年の白酒に酔えなかった小幡の家では5日の日にヒナを片付けた今更ではないがヒナの別れは寂しかった その日の昼過ぎにおみちが貸本屋から借りた草草子を読んでいるとお春は母の膝に取りつきながらその挿絵を無心に覗いていた草草子はかの薄墨草子でむごい主人の手打ちにあってかけすばたの咲く古池に沈められたおふみという腰元の魂が奥方の前に形を表して その恨みを訴えるというところでその幽霊がものすごく描いてあった幼いお春もこれにはよほど脅かされたらしくその絵を指して「これ何?」と小顎は聞いた「それは海という女のお化けですお前もおとなしくしないと庭のお池からこういう怖いお化けが出ますよ」 脅すつもりでもなかったがおみちは何心なくこう言って聞かせるとそれがおはるの神経を強く刺激したらしく引きつけたように真っ青になって母の膝にひひとしがみついてしまったその場におはるは襲われたように叫んだが来たアクル板もまた叫んだ。 「海が来た飛んだことをしたと後悔しておみちは早々にかの草草子を返してしまったお春は2晩続いておふみの名を呼んだ後悔と心配とでおみちもろくろくに眠られなかったそうしてこれがかの恐ろしい災いの来る前触れではないかとも恐れられた。 彼女の目の前にもおふみの姿が幻のように現れたおみじもとうとう決心した自分の信じている住職の教えに従ってここの屋敷を立ち退くよりほかはないと決心した無心の幼子がおふみの名を呼び続けるのを利用して彼はにわかに怪談の作者となった。 その偽りの階段を口実にして夫の家を去ろうとしたのであった「バカなやつめ!と」と小幡は自分の前に泣き伏している妻を呆れるように叱ったしかしこんな浅はかな女の匠の底にも人の母として我が子を思う愛の泉の室温で流れていることを K のおじさんも認めなないいわけにはいかなかった。おじさんの取りなしでおみちはよう,ように夫の許しを受けた「こんなことは兄の松村にも聞かしたくない」「しかし兄の手前屋敷中の者どもの手前なんとかおさまりをつけなければなるまいがどうしたものでござろう」 小端から相談を受けて K のおじさんも考えた。結局、おじさんの母大寺の僧を頼んで表向きは得体の知れないおふみの魂のための追善供養を営むということにしたおはるは医師の領事を受けて夜泣きをやめた追善供養の繰り木によって お文の幽霊もその後は形を表さなくなったと誠しやかに伝えられたその秘密を知らない松村彦太郎は世の中には理屈で説明のできない不思議なこともあるものだと首をかしげて日頃自分と親しい二三の人たちに密かに話した。 私の叔父もそれを聞いた一人であったお海の幽霊を草造紙の中から見つけ出した半七の鋭い眼力を慶のおじさんは今さらのように感服した上円寺の住職は何の目的でお道に恐ろしい運命を予言したかそれについては半七もあまり詳しい注釈を加えるのを はばかっているらしかったがそれから半年の後にその住職は女房の罪で寺社方の手にとらわれたのを聞いておみ氏はまたゾッとした彼女は危ない断崖の上に立っていたのを幸いに半死のために救われたのであった今も言う通り この秘密はばた夫婦と私の他には誰も知らないことだ。尾端夫婦はまだ生きている」「小畑は維新後に管理になって今は相当の地位に上っている」「私が今夜話したことは誰にも不意調しない方がいいぞ」と K のおじさんは話の終わりにこう付け加えた。 この話の済む頃には夜の雨もだんだん小降りになって庭の八つでの葉のざわめきも眠ったように静まった幼い私の頭にはこの話が非常に興味あるものとして刻み込まれたしかし後で考えるとこれらの探偵団は搬出としては朝飯前の仕事に過ぎないので そのの以上の人を衝動するような彼の冒険仕事はまだまだだ他にたた。くさんあった彼は江戸時代における隠れたシャーロック・ホームズであった私が半七によく会うようになったのはそれから10年の後であたかも日清戦争が終わりを告げた頃であった。 K のおじさんはもうこの世にいなかった半七は七十を三つ越したとか言っていたがまだ元気のいい不思議なくらいにみずみずしいおじいさんであった養子に動物屋を開かせて自分は楽隠居でぶらぶら遊んでいた私はある機会からこの半七老人と恋になって 赤坂の隠居所へたびたび遊びに行くようになった老人はなかなか贅沢で上等の茶を入れてうまい菓子を食わせてくれたその茶話の間に私は彼の昔語りをいろいろ聞いた一冊の手帳はほとんど彼の探偵物語でうずめられてしまった その中から私が最も興味を感じたものをだんだんに拾い出していこうと思う時代の前後を問わずに「前後」<music> それではまた次回お楽しみに